縮を実行しますか。探索開始だ。コク、強敵を発見しました。切り裂け。
構調子いいな。コク、目標を達成しました。よし、目標達成。カイジ、素材を集めまくったが足りそうか？旦那、さすがにこんだけあればなんとかなりそうだ。ありがとうよ。これは温泉以来の大規模工事だ。腕が鳴るぜ。そうか、よかった。他国の客人の度肝を抜きたいんだ。よろしく頼むよ。おうよ、任せてくれ。ミルドやゲルドとも相談してすんごいの立ててやるよ。した迎賓館の感想は素晴らしいな。いい出来だよ。ありがとう。ゲルド率いるハイオークやミルドたちも頑張ってくれたおかげよ。みんなもありがとな。これだけの建物は初めてですし、我らもやりがいがありました。うんうん、いいね。これで使節団はいつでも迎えられるな。施設団の受け入れの進捗か。わかった。ユーラザニア施設団の方が宿泊する迎賓館はミルド殿の指導のもと間に合いました。迎賓館の接客係ですが、ベスター殿が指導してくれています。礼儀作法はお手の物ってわけか。さすがは本物の貴族だ。料理人の方はどうだ？はい、そちらはシナ様が指導しています。皆物覚えもよく順調ですよ。それから武装国家ドワルゴン訪問の日程が決まりました。そうか、ついに決まったか。ドワルゴンでやるのはテンペストとの国交樹立の挨拶とカリブディスの時のミリムについての説明。こういう挨拶ってみんなの前でやるやつだよね。リムル様、風が。この風はトレイニーさん。ごきげんよう、リムル様。どうしました？何かあったのですか？はい、ジュラの大森林にユーラザニアからの使節団が入りましたのでお知らせしようかと。おお、来たか。まもなくこのテンペストに到着すると思われます。知らせてくれてありがとう。このくらいお安い御用です。それから使節団より先に彼らが到着しそうです。彼ら？はい、英雄のヨウムとその仲間たちには俺たちの代わりにオークロードを倒した英雄になってもらった。俺たちのような魔物がオークロードを倒したなんて知られたら警戒されるだけだからな。そして俺たちを友好的な魔物の集団だと各地に吹聴する役を頼んでいる。そんな彼らが帰ってきた。成果を引きつつねぎらうとしよう。なんか忙しそうな時に来ちまったかな。すっかり立派な国になって。いや、いいよ。せっかくだし接客の練習相手になってやってくれ。接客？誰か来んの？ああ、もうじき魔王カリオンとこから使節団が来るんだよ。は？魔王カリオン？なんだってそんなことに。話せば長くなるが。
というわけで国交樹立のチャンスってわけなんだよ。なるほど。にしても魔王か、おっかない使節団なんだろうな。どうだろうな、喧嘩するのが目的じゃないし。でも不測の事態に備えてベニマルさんを行かせたんだろ。向こうだって同じように考えているんじゃねえのかな。だとしても関係ないな。下手に手を出してチャンスを不意にしたくないし。まあ確かに。お前も死者相手に喧嘩売ったりすんなよ。おいおい旦那、俺も手下どももそこまでバカじゃねえですってな。あ、まったくだ。へい、ならいいが。そういや白狼が会いたがっていたぞ。腕が鈍っていないか確かめたいってさ。師匠が？一気に酔いが覚めた。ヨウムが久しぶりに帰ってきて英雄活動の報告を聞いた。ゆっくり話をして改めてヨウムを英雄にしたのは正解だと思った。ヨウムの働きでこのテンペストの印象が徐々に良くなっていけばいい。地味に確実に。派手な動きは警戒されるからね。そういえば西の大滝に自分たちじゃ勝てないぐらい強い魔物がいたとヨウムが言っていた。ユーラザニア使節団受け入れの準備はもう俺なしで動いている。調査を兼ねて西の大滝へ魔物討伐に行くか。テンペストの西側にも警備を広げる計画だったのでちょうどいい。これでヨウムたちの進行ルートが少しでも平穏になればと思う。目標が発生しました。この機会に気になるものも調査しておこう。リムルさん。リムル。能力の上昇率を開示します。コク。自動編成を実行しました。コク。自動編成を実行しました。上昇率を開示します。コク。自動編成を実行しました。よし、出発だ。コク。新しいエリアが開放されました。探索開始だ。コク。接敵を確認しました。切り裂け。さすがに効いただろ。さあそれそれさあそれさあ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 それよっさあそれそれそれさあおりゃ。この調子でガンガン行くぞ。確認しました。切り裂け。よっふんよっ切り裂け。
告、標的を発見しました。切り裂け、さすがに効いただろ。しました。気合い入れていくか。いや、俺は関係ないだろう。誰と入ろうと温泉は気持ちいいぞ。いえいえ、効能が全く違います。リムル様と一緒に温泉に入るとお肌がリムル様のようにプニプニになるのです。マジか、スライム成分が湯に溶けちゃってるって、そんなわけあるか。もちろん温泉のおかげなのでしょうが、リムル様と入った後は本当にお肌の調子がいいんです。え、そうなの。はい、ですからまたご一緒させてくださいね。あ、もちろんお肌の調子など関係なく、いついかなる時でも。コク、特定個体の能力の一時的上昇を確認しました。体がとても軽くなりました。リムル様、
告。リムル様、ユーラザニアの施設団があと3時間ほどで着きます。来たか。お初にお目にかかります。ジュラテンペスト連邦国の名手リムルテンペスト殿。私は大高くのアルビス、魔王カリオン様の三重士の一人です。おお、まさか最高幹部のお出ましとは。それとこっちもか。テンペストの名手とはどのような魔物かと思って来てみれば、弱小なるスライムではないか。我々をバカにするにも程がある。控えなさいセフィア、あなたの振る舞いはカリオン様の顔に泥を塗るのと同じ。うるさいぞアルビス、俺に命令するな。そもそもドワーフはまだしも、矮小で小賢しく卑怯な人間どもとつるむなど魔物の風上にも置けぬわ。随分な物言いだな。このヨウムは俺の友人で同じ師匠についた弟弟子でもあるんだが。それがどうした。なあヨウム、お前もバカにされたままじゃ悔しいだろ。え、俺が許すからちょっと実力を見せてやったらどうだ。おいおい旦那、平和的に行くんじゃなかったのかよ。こっちから手を出すつもりはなかったが、向こうが仕掛けてくるなら話は別だ。ほう、やるか人間。あ、いや俺は。頭、やっちゃってくださいよ。舐められたままじゃカッコつかないです。しょうがねえな。旦那、ちゃんと骨は拾ってくださいよ。ああ任せろ。黙って聞いていればリムル様への暴言の数々。我慢に我慢を重ねていましたが、どうやらその必要はなかったようです。あなたの相手は私です。面白い。スライムの配下がどの程度のものか、この俺白骨層のスフィアが確かめてくれるわ。まったくしょうがありませんわね。スフィアはグルーシス、あなたがあの人間の相手をなさい。え、いくら俺が中央戦士なんで末席だからって人間の相手なんて。まあいいか、遊んでやるよ人間。強敵を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った個体を確認しました。くらえ。
たちは合格なのか。ええ、堪能させていただきましたわ。え、て、旦那、これって…ああ、どうやら俺たちは試されていたらしいな。見たか、お前ら。彼らは強く度胸もある。我らが対等に付き合うにふさわしい相手だ。ジュラ・テンペスト連邦国の名手リムル・テンペストとその友人を軽んじることはカリオン様に対する不敬と思え。分かったな。はあ、スフィア様の言われる通りだ。囚人とこれだけやり合える人間なんざめったにない。嬉しいね。マルコ収まってよかったですね。シオン、お前も分かったな。シオン、しましょう。うわあ、爆発寸前。消せないのか。無理です。と言いますか、もう気力が限界で。落ち着け。そっとだ、そっとそれを上に向けるんだ。無理かも。まったく、しょうがねえな、シオンは。シオン、撃て。大丈夫、俺を信じろ。はい、行きます。はい、おしまい。なんと、さすがはカリオン様の認めしお方。あなたとあなたの国と縁ができたことに感謝を。こちらこそ。ようこそテンペストへ。その夜、できたばかりの迎賓館で歓迎の宴を催したのだが、えらく酒の受けがよく、用意した酒はほとんど飲まれてしまった。果物の収穫量から大量生産は難しいと内情を明かすと、果物を送るから酒をよこせと言われ、妥当な利益のラインが分からず専門家に任そうとコボルトの商人の代表であるコビーに頼むことにした。案外取引なんて酒の席でまとまるものだしな。他国との交流、その始まりとしてはなかなか上々だ。自慢の酒類が囚人たちに好評でよかったが、まさか余裕を持って用意した酒が全て飲み干されてしまうとは。さすがに初日ですっからかん、在庫ゼロはよろしくない。酒になりそうな果実を集めておくか。